キヌテクノ通りは、栃木県毛岡市から、宇都宮市に至る国道408号のバイパスである。毛岡南バイパス、毛岡バイパス、毛岡北バイパス、毛岡宇都宮バイパスで構成される。栃木県毛岡市下小森屋付近毛歌北バイパス、毛岡市亀山付近地域港規格道路の上層、宇都宮東部連絡道路を構成する路線の一つ。一部の区間を除き、 歩行者、自転車を含む、軽車両、ミニカー、小型特殊自動車、125cc 以下の二輪車は、通行を禁止され、自動車専用道路と同等の規制である。また、猛火南バイパスの区間を除き、交差点が立体化された四車線の高架道路となっており、自動車専用道路に近い構造をとる、一般道路となっている。 2012年3月14日の正午より、儲かしげ、谷の伊頭公園南陸京南同士、亀山の亀山和田京南までの区間の最高速度を時速 80km に引き上げたが、これは有料道路以外の道路としては全国的にも珍しく、高規格幹線道路以外の道路としては従来の時速 70km を上回る全国でに例目の措置である。合わせて、 高速道路と同様に、高天寺等の規制速度変更に対応するため、時速 80km 規制標識には、電光方式が採用されている。ただし、あくまで一般道路であるため、案内標識は緑色ではなく青色である。交通渋滞が慢性化していた、国道408号の渋滞緩和と安全で、快適な交通の確保を目的に建設された。また、 清原工業団地や猛貨工業団地から北関東自動車道猛貨インターチェンジを通じた物流の効率化が期待される。自動車専用道路の区間は猛貨 IC 南のみ交差点から清原工業団地交差点までとなっている。ありがとうございます。